このここ見えますか？線。何？あ、これ電線？これ電線じゃないです。電線じゃない。いやー、嫌な予感がするな。なんだあれ？これはジップラインじゃないしね。いや、ジップラインでしょ。ジップラインでしょ。あ、ジップラインなんですか？これ絶対ジップラインでしょ。もう嫌な予感。なんちゅうところに作ってんの？嫌な予感だよ、これ。なんかあっちの方に繋がってるけど。こちらですね。はい。世界最長&最速の都市型ジップラインです。都市型？都市に作っていいのかよ、こんなもん。なんか、普通大体なんかね、山とか。本当だよね。そういうようなことやってるけど。楽しいのかな、これ、街並み。あのビルに繋がってるってこと？あのビルがスタートです。はぁー。え、あれ？あのエマーみたいな？そうです。EMAR って書いてあるところがスタート。あ、あそこなんだ。あれ、屋上からダイブ？すごいね。何メートル？こちらですね、全長1キロあります。1キロ？はい。で、最高速度が、80キロ。80キロ？え、な、もう、生身が80キロってことでしょ？やっば。いや、そうだよね。だから車とかさ、やっば、自転車とかそういうことじゃなくて、生身の80。体の生身の80はすごいよね。スーパーマンだよ。本当スーパーマン。ボブスレーとか。あ、そういう世界。リュージュ？リュージュ。すごいね。怖いよね。すごい世界だよ。すごいね。こちらなんか体験できます。なるほど。値段当てね。いわゆる。体験できます。いい、あります。いや、体験体験。ある？体験体験よ。聞こえてるでしょ、全部。一言一句。いや、すごい。1メートル以内にいるんだよ。体験できるんだ。体験できますか？どうされますか？なるほど。いや、やるでしょ。やりますいや、すごいね。僕もやります。あ、そう。すごい力。よし、もうね、すごい力。いや、もうしょうがないもん。だって手挙げてないからね。時にすごい力を発揮するよね。時に本当に。いやいや、すごいすごい。今までのお前じゃない力が出る時あるよね。いや、しょうがない、手挙げてないからね、私は。もういやいやしますよ。いや、でもせっかくさ、ドバイ来てこれ世界一のやれるんだったら。見たいね、見たいね。やった方がよくない？見たい。見させてください、本当に。いや、今だかつて80キロで動いてる柴田さん見たことないから、私。そうだよ。そうなん、見たいのよ。今後もないよ。遅いなと思ってた、いつも。嘘つけ。なんか走ってても。走ってても遅いなって。早い方だよ、俺は。もっとこう、早く動く柴田さん見たいなと思ってたとこなの、ちょうど。時速80キロ。ね、大概だよ。いや、もうやれる男ですから。いや、俺はもう何でもできる男だから。もっと出ちゃいそう、俺だったら。ん？スピードも。あ、そうだ。なんだったらもう勢いでバーンっていけるぐらいのタイプだもんね。いや、それ。いや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 、でもそのぐらいいける人だから。ちょっとそういう人間じゃん、俺って。ちょっと危ない人間じゃん。いや、そう。俺って危ない人だからね。危ないよね。一人でいいんだよね。一人どっちかね。いやいや、二人やったらいいんだよ。うん。だって何本かない、何本かあるじゃん。あ、いいよ、私の分もあげるから。二回やんねん。2回やればいいじゃん。いいよ、面白くねえだろ、2回目。もうもはや見てる人。いや、すいません、ちょっと頑張って。いいの？いや、本当にやんなくていい？はい、大丈夫です。すいません。もったいないじゃん、やんない。いやいや、もう柴田さん、もうそういう本当に柴田さんを見れるだけで本当に幸せだから。柴田さんの近くにいれるだけで幸せだから。待っててよ、うん、じゃあ待っててよ、あそこ。もちろんもちろん。ここはゴールなんだ、ここま。ゴールが。うん、すごいね。そもそも行くまでに1キロあるってことでしょ、だって。そう。1キロ勉強させていただきます。いてよ。はい、すいません。あそこに受け止めてよ、80キロ来る俺を。いや、あの段階で80出てんの？そしたら死んじゃうんだもん。80、最高時速でしょ。80で来るから、ここ最高時速だよね。最後緩やかに来るんじゃないの？最後緩やかに。じゃあ柴田さん、はい、お願いします。初速だろうな、初速。来ないね。Okay, guys, are at the 42nd floor. Nice. My colleague waiting up there. They give you more direction. Thank you. Bye-bye. 42です。42。翻訳です。翻訳の数字。やだね。やだね。やな数字だね。日本人はなかなか考えないです。ないでしょ。どう考えたの？ Hello everyone! Let's go this way!
何人か行ってるの上から見たいんだけど。はあ、日本人の悪いとこ出た。エレベーター最後飛ばせるね。出る時最初パターン。来ちゃったよ、いよいよ外まで。ちょっと待って、マジ俺自分始めたじゃんかよ。いや、うわすごっ、ビーチ、ちょっと待って、想像の数倍、いや数十倍。いやー遅れちゃった、加速テンション上がりすぎてやばいな。大丈夫な高さじゃないねこれ。これやばいじゃん。だっていや景色良すぎるでしょいいな、景色すごい、すごいよ。写真撮りたいなすごいよ、抜群の景色なんだけど、ほら今かかるかって考えると結構な、はい、切り抜いて、映像切り抜いてちょうだいこれ、はい、写真にしてちょうだいこれえい、はーい、最高ふぅー憂鬱だよすごい憂鬱だよ。上がってみるおーわー、マジで、いや、こんなに高い建物だと思わなかった向こうで見てるときそこいらのビルじゃ、だってそこぐらいだよ、だって勝てんのこんな高かった。まあ確かにここがいい、一番いいラインだよね。ああそうですね、この川の上でねちょうどビルの、うん、でも怖いぞこれは怖いですね、これは怖いぞ結構悲鳴だなあとこれどうですか、見てみていや聞かないようにしたんだけどあったよね、悲鳴今悲鳴あったよね、ありましたねさんは見事ジップラインをクリアできるのか、非常に楽しみ、ワクワクの経験では止まりません。見てない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 、すごいすごいすごい、いるのか、あいつらはいるのか、どっかで待ってるのか、いるのか、いるのか、いるのか、非常に楽しみ、ワクワクの経験では止まりません。見てない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 、見てなかった、いや見てなかったね、ちょっと見てなかったの、マイフレンズがノールックなの。果たしていつ柴田さんはあのビルからジップラインで来るのか、こうご期待まだ遅いですね、いや、うわ、いや、すごい迫力や、これジップラン動いた、ちょっと待ってくれ、見てなかったろいや、あの高さですからね、約170メートル
あの奥のベージュのビルの上から時速80キロまで到達するという人類のほぼ限界を超えられるのかというね。いやー、柴田さんならやってくれると思います。必ずあの男ならできるんじゃないでしょうか。もう昔から何をやらしても万能な男ですから。さあ、まだか。いや、すごかったね。すごかったですね。いや、初速あれ80以上出てない？出てますね。すごいんだけどスピードマジで。で、自分の声何も聞こえなかった。そうです。喋ってても風の音で。風の音が強くて。びっくりしたよ。ちょっとそんなことよりよ。さあ、頑張れ、頑張れ柴田。負けるな柴田。おい、行け行け。あ、もうあろう。いや。何お前日焼けしてんだよ。俺がいない間に、なあ、俺がいない間に何日焼けしてんだよ。どうしました。飛んだよ。後ろから来てただろ。おいって言ってたよね。見てないっていうの聞こえたのに。申し訳ない。柴田さんがじゃないのよマジ、ね、あまりにもあまりにも来なすぎて見てて。いやね、ごめんごめん。柴田やってた。順番あるから最後でしょ。申し訳ない。ちょっと煽りよう。だからもう一回煽ろうっていう。それ撮ってなかったから見てよ。果たして柴田は飛べるのかを撮ってなかったって思い出して。いらないですね、後でもいいんだから。もうそっか。ねえ、やっちまったよ。俺しかいないでしょ。だから俺って分かるように。成功したの。先に成功した。成功したから。あ、よかった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 。お疲れ様お疲れ様。たくさん飛んでもらって。あ、そういうことなんだ。行くよって言ったよね。申し訳ない、本当申し訳ない。言ったでしょ、来ますってね。うん、申し訳ない本当に。申し訳ない。いやいや、でもナイス、すごかった本当。後頭部がどんどん近づいてきた、うん、お前の後頭部がどんどん近づいてきた。ウィー、違う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 。すごいすごいすごい。言うのか言うのか言うのか。いやいや見てない。いや見てない見てない。見てない、見てない、見てなかった。違う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 。申し訳ないけどもう20人ぐらい見ちゃってる。申し訳ない。感動したかったんだ私も。そうだね、すげえ速い人とかいて。そうだよね。いや俺も相当スピード出してた。申し訳ない、申し訳ない。え、いや80キロなんてもんじゃないです体感。だって最初なんてほぼ直角でしょ。いや、ほぼ直角。でまた向こうがジャパニーズ TV プログラムとか言ったら揺すって揺すって。あ、盛り上げてくれて。あ、何？あ、何？もういいけど。応援は楽しみだわ。ごめんごめん。押すなよ押すなよみたいな。あ、ちゃんとやられたよ。ちゃんとやった。ダチョウさんパターンをやられたんだよ。知らないのに。いや、よかった本当に。いやでもいい経験。無事で何。素晴らしい本当に。